あ、なんだこの素敵な世界はってなって、宝塚大好きになっちゃって。宝塚が大好き、大同大学4年竹内水選手。1ヶ月に10回近く劇場に足を運んだこともあるほどのハマりっぷり。スケートの曲選びで映像を見たことがきっかけでした。腕の動きとか目線だったりとか参考にしたいところはたくさんあるんですけど、できないので。宝塚以上に人生で最ものめり込んできたフィギュアスケート。大学卒業を機に引退を決断した22歳にはスケート人生において欠かせない存在がいます。指導を仰いできた小塚幸子コーチ。バンクーバーオリンピック代表小塚崇彦さんの母親です。幸子先生が大好きで、幸子先生とだからこそできたスケートだなって本当にずっと思っているので、第二のお母さんみたいな。とっても素直なのでとても教えやすい子でした。クラブの移籍が激しいフィギュア界では珍しく、8歳から小塚コーチ一筋で打ち込んできた竹内選手。先月末、14年間二人三脚で歩んできた競技生活に別れを告げる日が訪れました。愛知県スケート連盟が開いた引退セレモニー。恩師への感謝の気持ちを込めて、習ってきた技術を体全体で表現していきます。トレードマークの笑顔で現役を締めくくりました。そして宝塚の卒業を意識した袴姿で挨拶。第二の人生を明かしました。これからは大好きな幸子先生と一緒にスケーターの皆さんのお手伝いができるように精進してまいります。選手からコーチへ、立場は変わっても小塚先生との歩みは続きます。ちっちゃい時から私先生になりたいって言ってた。なんかなんとなく言ってましたと思う。ずっとするんだと思いながらやってたので。夢が叶ったんだ。そうですね、はい、先生にずっと教えていただいたスケーティング、ジャンプ、スピン、全部もう自分ができることをすべてみんなにお伝えしながら頑張りたいなと思います。そしてもう一人引退する大学4年生がいました。ここまで一緒に仲良く、そして一緒にスケートを頑張ってくれてありがとう。本当に今までありがとう、大好きだよ。フィギュアスケートの名門、中京大学の主将、荒木菜那選手。8歳から競技を始めた彼女。一躍脚光を浴びたのは高校1年のことでした。ずっと小さい頃から両親とか祖父母には努力はしなさいというふうに教えられていて、ずっとコツコツ努力してきて成績を残すことができたことは、これから先仕事とかでもきっと生きてくるだろうなとは思っています。大学卒業を機に競技を離れ一般企業に就職する荒木選手。引退セレモニーのプログラムは前々から振り付けをしてもらう人を決めていました。同じ振り付けをやっても全然違う風に見えて、すごくそういう部分は尊敬してるところだったので、自身のプログラムも振り付ける一学年後輩の山下真子選手。スケートを始めた頃から知る旧知の間柄です。
親友よりももっとなんか仲のいい感じ。何も隠さず言えるお姉ちゃんみたいな存在。現役最後を飾るたった一度きりのプログラム、練習にも熱が入りました。選んでくれたってことはすごい嬉しいし、絶対にいいものを作らないといけないから。厳しかったです。ステップは特にすごく切り返しが難しくて、こけずに滑りきることが目標なんですけど。そして迎えた本番。まずはコツコツ努力してきた証を見せると、見せ場のステップ、二人の絆で紡いだプログラムで魅了していきます。転倒することなく無事現役を終えた荒木選手。しかし振り付けが少し違ったらしく、まあやり直しで100点満点中10点くらい低っ。それでも最後の勇姿に実は感極まっていました。泣いてたの？ずっと怒ってると思ってた。本当にいい親友ができたなって思ってます。うん。一途にスケートと向き合い競技を全うした2人のスケーター、手にしていたのはかけがえのない宝物。